昭和57年、芸術の爆発だ、お尻だったらってほしい、流行りましたね、このフレーズ。はい、岡本彩子さんがアメリカツアーで初優勝、世界の彩子になりました。北酒場、細川たかしさんです。北の酒場通りには長い髪の女が似合う、ちょっとお人よしがいい、黒カレー上手な方がいい。今夜の恋はタバコの先に火をつけてくれた人、絡めた指が定めのように心許す。北の酒場通りには女を酔わせる恋がある。男が似合う、ちょっと女好きがいい、瞳で口説ける方がいい。夢追い人はグラスの酒と思い出を飲み干して、破れた恋の数だけ人に優しくできる。北の酒場通りには男を泣かせる歌がある。